ワイシャツがくしゃくしゃ、襟もぐしゃぐしゃ、靴下が汚いとか、ご主人の外でのね、そういう身だしなみの評価って奥さんにもつながってくるっていう場合がありますので。こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。今日はですね、夫の運気を上げる方法、こちらのお話をしていきたいなと思います。生活するにあたって、最近はね、こう共働き方もね増えてきてますけれども、専業主婦の方は特にですね、夫に出世してもらいたい、もっと稼いでもらいたい、そんな風に思う方も多いんじゃないかなと思います。昔からね、母もよく男の出世、女次第、女の幸せ、男次第とよく言ってましたけれども、まさにね、その通りだなというふうにも思います。まず夫のね、運気を上げる方法としては、家庭内を円満にするということが大切になってきます。なんとなく仕事でも些細なミスが増えたりとか、低迷している時っていうのは、家庭内に何か問題が起きているっていうことがすごく多いような気がします。それは夫と妻っていう関係だけじゃなくても、子供に何か問題があるとか、嫁姑で何か問題があって自分が板挟みになっているとか、何かやっぱり仕事以外のところでですね、そういう家庭内の悩みがあると、どうしても仕事の質、クオリティが下がったりっていうことがあります。ですから、それによってやっぱり外で評価をされない、その評価が落ちるっていうこともよくありますので、家庭内を円満にする、特に夫婦円満ということを心がけるっていうことはとても大切なんじゃないかなというふうに思います。男の人の方がそういうのあれですよね、一番ダメージ食らいそうですもんね。そうそう、よく出ますよね。なんとなくこう暗かったり、いつもこうピシッとしているのにだらしなくなってたり、それにはやっぱ奥さんのサポートっていうのはすごく大切になってくると思いますので、しっかりそれをするっていうことは大切ですよね。またね、家庭内を円満にするっていう中の一つとして、家がほっとできる場所、また癒しの空間にしておくっていうこともとても大切なことであります。なので、あんまりね、入ってきた瞬間に、あんた今日これやったのあれやったの、ちょっとそんなところで脱ぎ散らかさないでとか、外で働いて一生懸命戦ってきた分、帰って癒されようとしても、家庭が癒しの空間になってないとですね、帰ってこないっていうことが起きたりですとか、外でちょっと時間潰して帰ろうとか、そんなようなことにもなってしまいますので、家庭でしっかり体を休める、心も休めるような空間を作るっていうことも大切になってきますね。2つ目、ある程度自由に使えるお金を持たすということも大切になってきます。結婚して子供が増えていくと、どうしてもどこか切り詰めなきゃいけないっていうことは現状あり得る話だと思います。その中で、まずご主人のお小遣いをカットするっていうことをやりすぎてしまうとですね、外でいい働き、それができなくなってしまいますので、時には人との交流ですね、人脈を構築するためにお付き合いとしてやはり使わなきゃいけないようなお金もある、そういうお金を持たせるっていうことも大切だと思います。また何かこう自分の趣味ですとか、この先仕事だけではなくてプライベートでも充実するためにお金を使えるようにしてあげるっていうことも大切だと思います。しかしね、これあんまり放置しすぎると良くない結果になりますから、あんまり現金持たせるのは心配だっていうようなご主人の場合は、カードで使えるようにしてあげるとか、そういう工夫も必要ですけど、放任主義になってしまうといけない部分がありますから、その辺はしっかり把握しながら、ある程度自由に使えるお金を持たせるっていうことは大切なことだと思いますね。それで運気は変わるんですね、男性の。やはり稼いだお金を自分が自由に使うっていうこと、これを今までしてきたものをこれ全部カットしてしまうと、何のために働いてるのかっていうことになってしまいますよね。なんで、その自分の楽しみ、また自分を磨くために使えるっていう、そのためにも稼いでるっていうことになるとですね、自分の中でも自信がついたり、もうちょっと向上心を持ったりっていうことになってきますので、いろいろな質も上がってくると思います。人は財産といって、人脈を増やしていく、それによってまた仕事も広がっていく、そして稼ぎも増えていくっていうことにもつながっていきますので、それがやっぱり使えない、だから人と会うのやめようっていう風になってしまうと、そういうチャンスを狭めてしまうということにもなりますので、そういうために使うお金っていうものは持たせる必要があると思います。よくお小遣い一切あげないとかね、家計のためにどこか削るとしたら、子どもの教育費とかそういうことにはいっぱいかけるんだけれども、その稼いできてる旦那の小遣いをまずカットするっていう、そういうことから始める人がいますけれども、より良い家庭環境を保つためにも、どんどん出世して稼いでもらいたいと思うんであれば、多少のそういうお金を使ってもらうっていうことは必要なんじゃないかなと思います。3つ目ですね、身だしなみをしっかり整えるということ。
これはとても大切なことになってきます。まず第一印象あった時にワイシャツがくしゃくしゃだとか襟もぐしゃぐしゃだとか上半身だけ見てればいいんだけれども靴が汚いとかベルトがボロボロとかお宅に上がるようなお仕事をされている場合靴下が汚いとかそういうやっぱり細かいところまでの配慮っていうことを奥さんの方でチェックしてあげるっていうことがとても大切になってくると思います。結婚してる男性でちゃんとしてないとあ今奥さんとうまくいってないのかなとかきちっとこうサポートさせてもらってないのかなっていうふうに思われる場合もありますしやはり初対面の場合だと第一印象っていうのはとても大切になってきます。特に年を重ねるごとにですね身だしなみをきちっと整えてないと清潔感を感じられない一緒に仕事をしたくない関わりたくないというようなことにもつながってきてしまいますのでその辺のサポートっていうのはしっかりすべきなんじゃないかなと思います。どうしてもねだらしない格好していると全てがだらしなく見えてしまってきっといい仕事もこなしてくれないんだろうというふうなことにもつながってしまいますのでその身だしなみ一つでねそのチャンスを逃すっていうことにならないようにしっかりサポートしてあげるということが必要です。これどう旦那さんに対してのサポートしてるんですか？いややっぱしてますよ。組み合わせがおかしい時とかあるんですよいやちょっと笑ってる声聞こえるけどいや本当に一つ一つ見たらいいものなんだけどなんでそれとそれを組み合わせちゃったのかなっていう時とかあるのよ。例えばこの単品 T シャツ一つ見たらあこれおしゃれな T シャツだよね、パンツ一つ見たらこれもいいよねって思うんだけどそれとそれを組み合わせたらちょっと違うよねみたいなこととかあるんですよ。だからちょっと出かける前にチェックしないとあれっていう時があってたまにジャイコさん笑ってる時あります今日ちょっと社長みたいなそうするとあちょっといけないなって私もね反省したりしますね。ちょっと私が先に出るとかっていう時もあるんで。でも特に女性の目線は男性のその嘘を見てますよね。いや見てますね。だから女性社員が多い場合なんかは陰で言われてると思うんですよ。一番嫌なのはその男性に対してだけ文句言ってる場合はいいんだけどきっと多分あれ奥さんとうまくいってないよねとかちゃんとチェックしてないよねとか家帰ってないんじゃないとか、まあ、いろんなことに話って広がるじゃないですか。なんでご主人の外でのねそういう身だしなみの評価って、まあ、奥さんにもつながってくるっていう場合がありますのでぜひねそういうこともちょっと頭に入れながらね時にやっぱりしっかり確認をしてあげてそしてやっぱりご主人のことをねたまに褒めてあげるっていうこともまあ必要だと思いますんで身だしなみのチェックもねしっかりしてあげるっていうことが運気アップの一つの方法だと思います。ということでいかがだったでしょうか。人の運気を上げる方法皆さんもねなんとなくあやらなきゃってい う, こう気づきがあったのであればぜひ今からでもご主人に対してチェックしてあげてみてください。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。